東京優春第61回東京優春第61回東京優春は1994年5月29日に東京競馬場で施行された競馬競争である。成田ブライアンがサツキ賞に続き連勝し2冠を達成した。年齢はすべて旧表記にて、表記1994年のボバクラシックは成田ブライアンがサツキ賞に優勝し、 その競争内容に対する評価は高く、東京優秀における最有力馬と目されていた。同馬の対抗馬には、弥生賞を優勝した桜江光王のほか、故障により札幌賞に出走することができず、NHK 杯を優勝した名村国王、獲得賞金の不足から札幌賞に出走することができず、この年から重賞に昇格したトライアルの青馬賞を、 優勝したエアダブリンなど成田ブライアンとの対戦経験のない競争場が挙げられた。桜ローレルは右後ろ足球節炎を発症したため出走できなかった。優勝場、成田ブライアン1996年3月9日、阪神競馬場第44回阪神対象天優勝機種、内勝美二千十一年六月四日、東京競馬場序盤はメルシーステージが、 やがてアイネス・サウザーが先頭に立った。一番人気の成田ブライアンは序盤からバグンの外を走り、第3コーナーでスパートを開始して、第4コーナーでは2番手に立った。これは東京競馬場における機情報としてはセオリーに反する早めのスパートであったが、同馬はそのまま全出走馬中最も早い上がりを記録して優勝した。データ、優勝馬成田ブライアン。 ニーカップ早田牧場ニーカップ史上3、父ブライアンズタイム、母パシフィカス、母の父ノーザンダンサー。ここまで通算11戦八勝。この後、秋の菊花賞を制し、史上5投目の3冠馬また年末の有馬記念を制し、4歳にして4冠を制す。これはシンボリルドルフ以来史上2投目。翌年春は、 阪神大将天を勝つも股関節炎を発症して天皇賞を断念。秋は天皇賞から3連敗。翌々年再び阪神大将天に勝って天皇賞を目指したが、同期の桜ローレルに交わされて五冠ならず、生涯通算21戦12勝。以後は種母として北海道に戻ったが1998年死去。大久保聖を調教し、 未来勝騎岸とも初勝利。発着オフサイドトラップ。この4年後の天皇賞で一番人気サイレンス鈴鹿が骨折する中で優勝する。この時8歳であった。単勝配当110円は史上最低配当。従来の記録は1984年、シンボリルドルフの130円。また単勝支持率は1973年の 敗成功の66.8%に次ぐ61.8%。成田ブライアンが三冠競争で2着馬につけた喫茶は、サツキ賞が3馬身半、日本ダービーが5馬身、キッカ賞が7馬身。当時不祥化療中で同レースをテレビ観戦していた柴田正人は、成田ブライアンが第3コーナーでスパートするのを見て、早い。と叫んだ。 このレースのフジテレビの中継にはゲストとしてまだ現役キッシュだった中野栄治を迎えて放送している。ありがとうございます。